えー、こんにちは黒田和之です。今日もごご視聴ありがとうございます。今日はですねトリッキーなシンコペーションを、えー、する曲でですねストレートノーチェイサーっていう曲があります昨日あのメロディーの覚え方のお話をしたので今日はドラムセットでどうやってさくかというお話ですねまずシンコペーションとアンティシペーションっていうのを僕はちょっと使い分けてるんでそれの説明とシンコペーションを合わせたコンピング シンコペーションだけ合わせにいくっていうこれだけでもこの曲はすごいこうユニゾン能力があるんででまあメロディーの位置を覚えるためにメロディーを全部ユニゾンで,で叩いてみましょうでフランキー・ダーノップのコンピングの解説をして、えー、まあよバランスのいいこうコンピングっていう形の考え方っていうのを説明していきたいと思いますそれでは始めていきましょうはいシンコペーションとアンティシペーションですねこれシシンンコペーション、まあ アンティシペーションっていうのはシンコペーションの一種なんです、どちらもシンコペーションなんだけど、アンティシペーションは先行音といって、まあこっちちょっと見えにくいです。タイがかかってる音符、こういうやつを、えー、アンティシペーションと言います。だからシンコペーションっていうのは跳躍する音なんで、えー、こっちもそうなんですが、こっちはシンコペーションはタイがかかって、まあこれタイがかかってるけど、このタイがかからないタイプ、うったうん、うったじゃんっていうふうにやる。こっちはワン、ツ、ター、ン、うん。 到着先先がだいぶ先なんですね何が違うかってこのシンコペーションしたとここ,こってここはシンバルレガートでいうとこっち側はこっちのアンティシペーションの方はシンコペーションした後の着地がちょうどハイハットがあるんですよなので着地した感じが出るんですけどここレガート何もないところに着地するんでここはバストラをちょっと添えてあげなきゃいけないんですねこのシンコペーションの2つとアンティシペーションの2つをちょっとやってみますので聞いてみましょう。 それではではすね、今のやつをこう組み合わせてただ演奏していくということですねじゃあメロディーダラララランダラララララ,ランのところはダバナドララランチッキーウッタタトウッタタンまあここはまあ着地する感じで待って、ドラダドウッタタトここがですねのアンティシペーションだったでしょ全部ここだけシンコペーションになるんですねウッタタトウッタタとこの時はライドが1個だけですですですぐスニアのこう ダ段音とこのダ段音手前の装飾音符に行ってドーンってやつですねツッタタドータタタドーでここはもうメロディーそのまま合わせますでこれシンコペーションですねなので次の小説はタタドーチッキチッタタドここもシンコペーションここはアンティシペーションでオンツッタタドーツッタタドーここはシンコペーションここはアンティシペーションになってますだからチーチー この裏箱の裏ライななくなってチーチータター、チチチー、タ、タ、でここでバス裏ラで着地してドッタタトーチッキーでチッチッキーチッタタトーチッキーチッチッキツッタタトーチッここはまあ終わりのフィルインというふうに入れました、えー。要はシンコペーションとアンディシペーション行ったり来たりします。こういう曲は、まあ、ビバップでめちゃくちゃ多いんですが、えー、結構難曲と言われる例えば、えー「アワデライト」とか。 タッドズ・デライトとかなんとかデライトっていうのはこういうシンコペーションがあちこちこう入れ替わりますシンコペーションとアンディシペーションが入れ替わっていきますそうするとドラムの処理が変わるのでここがなんか感覚でできるようになるとすごくこうドラムは上手くなった感じになると思いますじゃあ、えー、通してみるので聞いてみましょう。 は次,ユ次ユニゾンで叩いてみたいと思いますね。次はユニゾンなので、タラダダタタラダバレラのとこは、下の説明欄に貼っておきますので、えーと、ターム、まあ僕はワードって最初言ってますけど、えー、と今はちょっとタームに変えました。ABCD っていうのの、まあ、組み合わせだけでできるんですよ。そうするとこのターム B、これ、タタタドンっていうのはもうジャズワードですね。タタタドン、タタドン、これ裏から入ってくる。タドタド でここはもう、あのー、どうしようか、普通はここフィルイン埋めるんですね。ダバララッドダバラブレルバルーンとか、あのー、ここは文句も入れるんですけど、今回のちょっとコンセプトとしては、これだけを叩いていたら、えー、ドラムが急にこれ始めたら、このワンコーラスが終わった時点でみんなが曲を理解して入ってくるっていう風に考えて、ちょっと作ってみたんですね。なので、ここ埋めちゃうと、あのー、 メロディーがまあ埋めても大丈夫だと思うんですけど埋めない方がもうまんまメロディーじゃないですかだからまあほ,ほぼほぼメロディーのままでしょうとそしたらまあここのここはスニア入れてもいいですね。ここも全部スニアね。で「う,ふうに入れます。ったたどたどたド。ここだけななんかなんとなくこうちょっと自分的にはえー、っとこう。 ここは、まあ、あの間埋めましたができる限りここ本当はタタタタバダドンタタントットトンとか入れるとこなんですが入れると、まあ、このメロディーの部分が崩れちゃうんであのできる限りシンプルにしました。 えー、タ,ッタタトタトタトタッタタととととととここだけ、まあ、タムイドでタ,ッタタタとねフィルインを入れるとこういうふうにすると、えー、音源がなくてもこの曲だというふうに、まあ、ハイハート2音ずっと踏みながら叩いてみましたので音源と合わせなくてもメロディーに聞こえるということで、えー、これをやってみましたみんなと一緒にユニゾンするとこういうユニゾンも選択肢に入るとそうすると メロディーの位置も分かってるからあここがメロディーでこの間は、えー、オブリガード間を埋めてるんだなっていうのを理解しながら叩けるなので、えー、最初にこれをやってみましたじゃあドラムだけで聴いてみましょう。2> 1, 2, 3, 4 それでは最後、フランキー・ダンロップのパターンですね。えー、これ見ていきましょうね。えっ、ー、と、これはライブイン東京のバージョンなんですけど、えっ、ー、とい、いきなりこれやってみななイエーイって言ってるところで、文句は一人でこうメロディーをずっと1コラス弾いてますね二2回目のところのここ引っ掛けじゃなくて、ここの頭、ドア頭から。ドン、ダバラダッタン、ズッタン、ガン。このちょうど間がね、埋まってるでしょ。で、ここ、ここはこの3拍目のところの、えー、一番高い音。 タバラダッタタバダバダンパブウタタドここはシン,シンコペーションウタドドチッキツッタンツッドツツカ、ね、ちゃんとアクセントの意思があってる、えー、タバラバレダレダカッカカッカカドドっていうふうにたたいてますねこれがすごいこうこういうどっちが大事かっていうとこの合いの手の方が大事なんですよでメロディーの輪郭をこう補強しながら合間を埋めていくっていうのが役割なんで これアクセントね。でバダダッここのシンコペーション。チキーでタプチーここでなんかすごいこうハイハットをシャーッて伸ばしてタプチータダードチッキツッタツッグダダッカタタントンタントトン。これはレガートをしながらこの合間を埋めてるって形ですね。つまりこうフランキー・ダロンパは非常にこうピアニストが好きな。 人が多いと思うんですけど、まあ、こう文句のこうメロディーの隙間をやっぱきれいに埋めていくそしてこうメロディーのこう重要な部分を補強していくっていうのが非常にうまいですね。えー、という形でじゃあこれを元にこのコンピングでドラムこれなんかフランキー・ダランプはライドに行ったりハイハットにしてるんですけど、まあ、あんとライドでちょっと統一してみました、えー、では聴いてみましょう。 いこの曲って、レガードだけで適当に左手でコンピングして取り抜けるだけだったら別にそんな難しくない。だって2クラスしか来ないし24小節我慢してれば <laughs> なんかよくわかんないけどまああとはブルースだみたいな感じで僕も最初の頃申し訳ないですけど本当にプロになった頃それでやってましたけどやっぱり一時期ちゃんとすごく勉強しましたね。でメロディーにやっぱ反応するとこういうメロディーが反応できるとアドリブも結局ここなんですよね。結局こういうふうにメロディーを同じモチーフ展開してくるんであ こう来るんじゃないか、こう来るんじゃないかっていうので、こう合わせるとぴったり合わってくるようになるんですね。なので、こういったメロディーに反応すると結構むずいけど楽しい曲です。これができると楽しいです。頑張って練習してみてください。えー、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとか、ためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。 私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。